琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と作家の小原武史でお送りします。ローカルホラーリポート離島編ということで、はい、今日は石垣島について、はいはいはい、何かお話をいただければと思います。今日はね、ちょっとアンガマについて話したいと思うんですけど、アンガマ、お土産屋さんで、はい、なんかおじいちゃんおばあちゃんの木彫りのお面とか売ってる見たことないですか？はいはい、ありますね。あれがアンガマって言うんですけど、うんうんうん、あれは名前がありまして、はい、ウシュマイとウシュミーというね、ウシュマイとウシュミー、おじいちゃんとおばあちゃんなんですけど、はい、旧暦のですね、うん、まあ、旧盆になるのかな、うんうん、7月13とか15日ぐらいに、はい、このウシュマイとウシュミーが石垣の集落に現れるわけです。はい、おー、なるほどですね。で、はい、その後ろにですね、うん、ファーマーっていう。ファーマー。ファーマーって農家のことじゃないですよ、英語で。うん、農民さんではなく。その、まあ、子孫ですね。おー。死んだ、その家系の人たちが、はいはい、まあ、大体集落の人が化けるんですけど。ああ、なるほどですね。一緒に来るわけですね。ちょっと最近写真見ましたけど、なんかその、のっぺらぼうですよね。そうなんですよ。のっぺらぼうにちょっと花笠ですか、あれ、なんかこんな。花笠みたいなね、ね、着てますもんね。まあ、ファーマーっちゃファーマーですね。で、その、まあ、家に、アンガマ一行がやってくるわけですけども、まずね、仏壇を拝むんですよ。ああ、はいはい。で、まあ、あとは踊りをして、から、はいはい、家の人と対話をするんですけど、この会話がね、はい、ウシュマイたちは、変なこと聞くし、うん、はい、家の人たちは身分がバレないように、はい、変な声で答えるんですよ。こんにちはみたいな。でそれで、どんなことを言うかって言ったら、はい、今日はどうやって来たんですかって家の人が聞くと、うん、飛行機がいっぱいだったから自転車で来ました。で、うん、祖先の人が、うん、あなたの名前は何ですかって言ったら、うんうん、僕の知ってる人は、ケビン・コスナーですとかね。なんかもう冗談にもならないね、噛み合わない会話を、はいはいはい、お互い変な声でやるんですよ。おー、こんなコンテ？そう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 。みたいなね。で、まあ、その、家の人が身分を知られると、愚装に引っ張られちゃうっていう、怖い、まあ、裏設定があるんだけど、だからわざとそういうなんか、魚くんみたいな声でね、なるほどね、言うわけですね。こういうのってもう台本なしですか？もうその場で。台本が実はあるんです。あるんですね。まあ、アドリブでやってるとこもあるとは思うんですけど、はいはいはい。その家系に伝わる先祖代々の、台本みたいなのがあって。あ、すごいですね。一家に一冊。そうなんです。僕が聞いて面白かったのは、うん、その家はね、なんか、私たちの話をいつか牧師甲冑が台本にしてくれないかなって。牧師甲冑って沖縄芝居の人ですね。ああ、そうなんですね。そんなセリフがあったりね。もう死んでるからね。できないですけどね。まあ、これはお盆の行事で、うんうんうん、まあ、要するにその、祖先が今の私たちがどうしてるかっていうのを、はいはい、まあ、秘密裏に見に来ると。そういう設定なんですよね。こういうのありますよね。生ハゲとか。そうですね。たまにそういうね、盆にこういう向こうの国、世界から来てお話しますみたいな。そうなんですね。だから、まあ、お盆になると先祖が今のね、家を見に来るということをちゃんと具現化したものという気がしますけどね。これはあれですか、例えば観光客とか見れたり。あ、見れたりします。あ、できるもんなんですか、はい、中に入って一緒に見れたりとかです、僕もそういう感じで見ました。あ、そうなんですね。30年ぐらい前ですけどね。じゃあまああれだな、秘密の行事ではないんですね。じゃあちょっと一回見てみたいですね。そのやりとりを。そうですね。一家に一冊っていうことは、じゃあもうその行く家によって全然違うものが。うん、なんか大学ノートに書いてますけどね。そうなんですね。これはちょっと芸能の島石垣らしい感じがしますよね。そうですね。はい、面白い祭りだと思います。うん、今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史でお送りしました。この、まあ、お面あるじゃないですか。うんうんうん、シュマイとシュマイのね、はいはいはい。で、この、僕を案内してくれた石垣の知り合いの家の、うん、まあ女性なんですけど、うん、小さい頃に、はい、このお面、まあ那覇に住んでたんですよ、彼女は。うん、はい、で石垣生まれだから、うん、まあ石垣のものが那覇の家にいろいろ置いてあるわけですね。うん、で、彼女が8歳時、まあそのぐらいの頃かな、
壁を見ると、上の方に、牛丸と牛見のこうお面が飾ってあるわけですよ。はいはいはい、はい。もうそれが怖かったらしいですね。ああ、ちょっと怖いですよね。見たことなかったんだけど、ね、やっぱり、なんか、木彫りのね、はいはいはい、ちょっと、こう、愛感じするじゃないですか。うそうですね、うん。で、ある時寝てたら、うんうん、なんかね、胸が圧迫されたんですって。で、うなされて、ぶって目が覚めたら、うん、牛前か牛見どっちかの仮面がこう乗ってたんですよ。おで、これ怖いって言って。そうですね。それ怖いね。で、お父さんに言ったらしいですね。はいはいはい。お父さんこんなん乗ってたって。うん。ああ、お父さんにすごい意味深な顔して、お前もうあの部屋で寝るなと。おで、その次の日からお面が取り外されて、はい。庭にあった稲葉の物置の中に置かれてたんですよ。けど、なんかね、小学校の時に七五三があって、はい。多分、七?うん。五、三。かな。うん。だから7歳ぐらいの時かな。はいはい。七五三の写真を撮りに行って、うん。まあ、普天間だったかな。うん。神宮の下の方の写真屋さんで写真撮ったと。うん、はいはい。そしたらカメラマンの後ろに牛前牛見の仮面があったらしいんですよね。ああ、それは実際あるんですね。あったらしいんですよ。心霊写真じゃなくて。じゃなくて。ああ、はいはい。まあ飾ってありますよ、たまにね、そういうのね。はい。で、怖いって思った瞬間に壁から落ちたんですって。うん、それを見てまたお父さんが真っ青になって、うん、で、それからね、家で寝てたら、誰かと喋ってたらしい、自分がね。散歩に行きたいって言って、はい、いいよ、とか言って。うん、〇〇っていう公園に行きたいとか言って、はい。で、目が覚めたらやっぱり仮面がそばにあったんですって。で、それを見たお父さん、うん、どうしたかっていうと、うん、次の日庭で仮面焼いてたらしい。うんなんでそういうことになったのか、本人には記憶ないんだけど。だから今でもあの仮面見たら怖いって言って、土産物屋さんでね、たまに言ってますけど。それはあれですか、お父さんはなんか心当たりがあるん。あったんでしょうね。でしょうね。それは聞けずじまいだったって言ってましたけど。あれじゃないですか、お父さん会話したんじゃないですか、その。ああ、同じようなね。そうそう、その、言ったじゃないですか、質問に答えたら、居場所が分かって困るみたいな時になんかお父さん昔ちゃんと答えてしまったみたいな。それから仮面がついてくるみたいな。ね、だってその女の方仮面とはちゃんと会話してたでしょ。対話ができてたっていうことは、ね、ちょっと仮面がその、うん、ついてきてて連れて行こうとしてたのかもしれないですよね。かなり古いものだったらしくてね。稲葉物置はやめといた方がいいですね。もうちょっと。物置はね、ちょっとね。綺麗にしてあげた方がいいですけど。そう、だから、その、ずっと聞いてて、まあ、その会話が成り立たないとか、うん、なんかこういうの意味あるのかな。まあ、その、成り立つと連れていかれるっていうのは、うん、やっぱりなんかあるんですかね。うん、惹かれる。まあ、バレるとダメなのかな、だからね。まあ、さっき言った横に、あ、後ろについてるファーマーさんたちはのっぺらぼうですもんね。うん、これ多分、仮面取ると下はのっぺらぼうかな。仮面取ると下は骸骨なのかな。おお、怖い。死者だからね。だから被ってんじゃないですかね。ああ、なるほど、なるほど。死者だってバレないように。あ、そういうことですかね。おお。メキシコとかにも死者の日っていうのがあって、みんな仮面被るんですけど。ああ、なんかディズニーでありましたね。そういう、映画がね。あれはだから死者ってバレないように仮面被って、うん、生者と死者が同じ場所を共有するという意味があるようですんでね。なるほどね。じゃあもう、そうなんかもしれないですね。取ると、こうなってことで、ちょっとやっぱり一気に怖い話に。そうですね。なってきますよね。仮面の下が実は、骸骨でみたいな。じゃあ、ファーマーたちは何なんですかね。顔を失った。だ顔見られたくないんじゃないですかね。あ、みんな顔は見られたくないね。死者の顔してるから。なるほどね。沖縄のね、民話でよく墓場から蘇ってくる人。はいはい、はい。もう、めちゃくちゃ怖い顔をしてると。で、墓場から出ると普通の顔になるんですよ。で、夜が明けて、鶏が鳴き始める頃になると、みんな墓場に帰るんだけど、うんうんうん、墓場の手前で逆立ちして、
鬼みたいな形相になって、墓場の中消えていくみたいな、民話が多いので。なるほどね。このアンガマたちも多分お墓の前で仮面抜いたらすごい顔なんでしょうね。って帰っていくと。お父さんあれじゃないですか。顔見ちゃったんじゃないですか。かもしれないですね。祭りでね。またそう考えていくと映画になります、ね。最終的にはここに話が落ち着くということですね。キョンシーみたいな。キョンシーですね。お聞きいただきました、かんこ鳥の鳴く夜は、毎週月曜から金曜日、21時55分からラジオ沖縄で放送しております。はい。ラジコの方でもお楽しみいただけますので、そちらの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今夜のお相手は神崎秀俊と、小原武史でお送りしました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。